画家としてその金額を稼ぐのは全然難しくないかな、可能かなと思っていて、うん、こんにちは。こんにちは。本日はまた、はい、視聴者さんからですね、質問が届いてます。はい、ありがとうございます。質問です。画家は儲かるのでしょうか。今会社員をしていますが、矢島先生のような自由でアーティストな生き方に憧れています。でも今の年収は下げたくありません。どうすれば矢島先生のように自由に生きられますか。なるほど、いい質問ですね。直球な質問ですね。そう、でもこれすごい気になってる方多いと思うんですよね、このテーマ。画家は儲かるのか儲からないのか。ちょっとなんかこの質問だけだと、なんだろう、ちょっと漠然としてて、どう答えていいかなっていうのが正直なところなんですけど、まあ、その今の質問者さんからすると、その今の年収を下げたくないっていうところなんで、まあ、基準として、まあ、サラリーマンの平均年収、日本の、大体400万くらいかなと思うので、まあ、そこを基準にお話しさせていただくと、まあ、画家としてその金額を稼ぐのは全然難しくないかな、まあ、可能かなと思っていて、まあ、具体的にならすと、まあ、月35万くらいですかね。そうですね、そうですね。あれば400万超えるか、まあ、全然できるのかなと思うんですけど、ただそこをゴールというか、じゃそんぐらいいけそうだから、じゃ会社辞めてフリーになろうみたいな決断をするのは結構怖いなと思っていて。というのは、例えば1、2ヶ月それで40万ぐらい稼げてますっていう感じで、あ、すごいいい調子だって言っても、その来月以降、その40万稼げる保証がないんですよ。そのフリーとして独立してするやつ。あ、なるほど、うん。今たまたま始めたばっかだから、もともとの知り合いが来てくれて買って。来てくれたとか、なんかたまたまお客さん来てくれたとかかもしれないし、なんもその明日に対する光というか、なんだろう、仮定なんていうの、予測がないんですよね。予測がつかないですよね。そうただ普通に働いてる、そのサラリーマンとして働かれてる会社っていうのは、もちろん従業員さん他にもいると思いますし、その実際の会社が上げている売上に対して従業員実際支払ってるその給与の部分って10%20%ぐらいの話だと思うんですよね、うん、なんでやっぱその会社の体力っていうところが全然違って、だからこそ来年再来年何年後かまでもある程度見通しがついてるっていう会社は、まあ、多いなと思うし、そこが個人との違いでもあるんで、なんで独立してやることを考えたら、まあ、最低でも、まあ、のサラリーマンとしてもらってた給与の2倍から3倍は最低稼がないとちょっとしんどいだろうな、まあ、急に稼げるってわけではないですけども、稼げるモデル方程式を組んだ上で独立しないとしんどくなるだろうなとは思いますね、うん、であとなんだろうな、その稼げるか稼げないかっていうところで、画家の業界からするとその画家の仕事って一般的には絵を描いてその絵を売ってそれを生業にするっていうことだと思うんですけど、シンプルにそれだけをやって生活している人って多分業界に 1% もいないなと思っていて。お、ああ、なるほど。他のことも一緒にされてるってことですかね。そう。で、多くは自分で作品書いてグループ展だったり個展だったりを開いてそこで絵を売りつつ、でもやっぱ生活の基盤としての仕事としてはその絵画の教室をやっていたりとか、なんかそういうことをやられてる方が多いかなと、ただ一番多いのは本当アルバイトしながら制作してちょこちょこ売ってみたいな人が一番多いかもしれないですね。その江戸先生とかなんかそういうアルバイトを他でやってて、ね、あ、そうです。あともう全然関係ないアルバイトしながら隙間時間で、定職に就いちゃうと制作の時間が取れないって言って、そのアルバイトで自分の自由な時間を働きながら、だもう本当にもう最小限の暮らしをしてる感じですよね。で、作品作り、でそれよりもやっぱ作品作りの時間が欲しいっていう人たちなんで、それはそれで全然いいと思うんですけど、やっぱその業界全体見たら多分そういう方々が多いのかなと思っていて、なるほど。でその画家の仕事で儲ける儲けないって考えると、もちろん儲けられるとは思うんですけど、ただそのいろんな業界ある中で、じゃあこんだけの売り上げを作りましょうみたいな、じゃあ1000万年間作るってなった場合に、その画家で作る1000万と他の業界から比べた1000万のハードルを比べたら、画家での1000万って結構難しいなと思って、
っていうのもやっぱり日本ってあんまりその絵を買う文化じゃないじゃないですか。確かに。やっぱ一般的な人が絵買うって言っても、その IKEA とかなんかそういうインテリアショップとかでなんかちょっと良さそうだなみたいな手頃な値段だから買うみたいな感じじゃないですか。何十万何百万みたいな絵を買うみたいな人って本当に富裕層の限られた人が多いと思うんで、やっぱりなんかその実際に身近にないっていうところと、あと多くはその画家の方が実際にそのお客さんの心理をつかみづらい、っていうのは実際に買うのは富裕層なわけですけど、画家の方の多くはもう本当に食費を削って描いてるみたいな感じなんで、結構価値観のギャップがあるケースが多いん で、ね、でそこに相手に寄り添って、じゃあ相手がどういう価値基準でこの50万100万の絵を買うって決めるのかみたいなところってイメージしづらい部分だと思うんですよ。っていうのもあって、結構その画家の業界で もちろん売れるんですけども、他の業界に比べてやっぱその売りづらいものちょっと特殊ですよね。であとはやっぱその労働集約型っていうんですかね、労働集約型、うん、自分が動いてそれに比例して売り上げが決まる。ああなるほどなるほど、うん、なので自分の体がもし動かなくなってしまうと、うん、もう売り上げが高くなっちゃうってことですね。そうやっぱ自分が書いてそれを売るんで、単純なそこの売り上げの方程式でいくと、うん、売り上げを上げていくにはその自分の書く量を圧倒的に増やしていくか、自分の書いてる作品の値段を上げていく、単価を上げるか、うん、方法がないんですよ、ね、でそれで上げていけたとしても、それってなんかその不良の事故だったりとか、なんか急な病気にかかって絵が描けなくなったってなった瞬間に売り上げが急に落ちちゃうので、結構そのビジネスとして見た時に、まあ、危ういよなっていうところがあるので、うん、そこはちょっと考えていかないといけない部分なのかなとは思うんですよね。まあ、これもちろん画家の業界に限った話じゃないんですけど、やっぱりですね、その個人事業の方とかで結構多くいらっしゃるなと思うのが、その今その月賞100万超えてますみたいな、でずっともうこの1年間100万以上売り上げ立ててます毎月みたいな人を見ていても、結局その今はいいかもしれないけど もうずっとやってることが同じっていうパターンの方が結構多くて、それ結構僕から見ると結構怖いなと思うんですよ、危うい、うん、特にこれからの時代価値観とかもすごい勢いで変わってきてるから、より価値パターンが勝てなくなる可能性も十分あるんだけど、ね、そう。だからその今うまくいってることはもちろん素晴らしくて、それはそのままやっていくべきなんですけども、そこにあぐらをかくというか、そこに固執するのはすごく危険で、うん、うまくいってるからこそうまくいかなかった時のことを考えなくちゃいけなくて、うまくいってて余裕があるからこそ、なんだろうな、その今自分がなんか美味しいものを食べたりとか、なんか好きなものを買ったりとかに全部使うんじゃなくて、新しいそのビジネスの種まきとか可能性のために投資して、こっちが最悪ダメになってもこっちはいいからいいよねっていう状態の柱を増やしていく必要が絶対にあって、で結構そこの意識が分かんない、あるか分かんないけど、まあ、僕から見て本当に大丈夫なんですかみたいな人結構少なからずいるなと思っていて、もしかしたらビジネスとしてはもう本当にそれだけをやってるけども、まあ、そこで得たお金をもっと投資とかでうまく運用させて、でお金に働いてもらって、まあ、自分が10年20年とか経って、まあ、今みたいにガツガツ働けなくなっても大丈夫ですみたいな状態作られてるのであれば全く問題ないと思うんですけど、うん、なんかそういう今のビジネスがずっと続くっていう、なんだろう、思い込みというか、うん、考えで動かれているのはすごく危険だなと思うので、まあ、そこはもしこれから独立を考えるのであれば、やっぱ常に成長し続けることっていうのは絶対必要だと思うので、まあ、そこ、それはもちろん、なんだろう、なんかそれに対して、いやーなんかそれはちょっとしんどいなみたいなものであれば、なんかその完全にフリーになるっていうよりは、まずはその副業とかでやってみるとか、なんかそういうその人に合った働き方は多分別にあるんじゃないのかなと思います。であとはその別の視点から言うと、画家って仕事、さっき言ったように自分で描く以外に、何だろう、その絵を教える教室の先生やるとか、なんかその画家ができることっていう形でその提供できるサービスを広く考えれば、本当に儲ける儲けないで言えば全然儲けることはできると思っていて、
うん、そう考えるとそのギャラリーとか画廊がやってることもそうなんですよね、ビジネスの一つとしては、うん、でそうやって作品作ってるけれども自分一人ではどうやって売っていいか分かんないし実際売れてないっていう人たちを集めて、でその作品を代わりに売ったりとか、あと最近やっぱ増えてきてるのは結構そのレンタルサービスとか、あ、うん、その企業とかもちろん家庭とかに月額いくらでその毎月新しい絵を送ってきますとか、季節に合わせた絵をこちらで見つけろって送りますとかで、そのサブスク的に代金をいただくとか、またはオンラインサロンとか、うん、まあ、あとはあのその絵の描き方を教える教材を作って販売するとか、うんうん、なんかそれ結構多様性は出てきてるかなと思うので、うん、あとはその複製画を作って販売するとか、なんかそれ自分が1の労力で10の人にアプローチできるみたいな、うん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 、複製画って原画を1個作ればいくらでも作れるじゃないですか、うんうんうん、みたいに自分の労力はに対してそのアプローチできる人の数が比例しないもの、そういうモデルを作っていくと、まあ、だいぶその自分の自由な時間を作るっていうところではいいのかなと思うので、その今やりたいこと、画家の業界じゃなくてもこれは一緒だと思うので、まあ、単純に作ってものを販売する以外に、まあ、何かサービス提供するとしたらどういうことできるかなっていう視点を持たれて、まあ、いろいろ見てみるといいかなと思っていて、でこの時にじゃあ具体的に何をどういうふうに考えていったらいいのかっていうのは、基本的にはあるものを真似するのがすごくよくて、もう業界同じ業界でうまくいってるモデルもそうですし、やっぱよくあるのは他業種でうまくいってる事例を別の業界が真似して始めるっていうことがもう往々にして多いので、そういうところからヒントをもらって試していくっていうのがいいのかなと思いますね。これで回答になってますかね。いやすごいなってると、画家は儲かるか儲からないか、ね、やっぱりもう画家、うん、多分サラリーマンなので、うん、おそらくまずもう画家でしかないと思うんですけど、別に画家だけじゃなくて、うん、いくつもその収入源を確保していくことも大事だよって話もそうですし、うん、いろいろなことを常に考えていく気持ちで、うん、その リスクヘッジを取っていかないと、うん、将来的には怖いよねってところですよね、うん、そうですね。そうあとはそう今サラリーマンということなんでいきなり辞めて始めますみたいなのはちょっと危険だと思うので、うん、ですね、その画家だったりアーティストっていうのは基本ファンビジネスになるんですよね、うん、その人だから買いたいっていう人をいかに増やしていくかっていうところなんで、うんうん、まあ、働きながらでも今ですね企業に勤めながらもできることって絶対あると思うんで、うんうんうん、まずはそこで自分が今の範囲でできることをやりながら始められていくのがいいかなと思って、でそれである程度形になっては実際売れるじゃんってなってきたら、じゃあその今の企業だとあんまり自分の時間が作れないのであればもっと労働時間少ないところに一回転職してみるとか、なんか少しずつそっちの比重を増やしていく活動されるのがいいかなと思っていて、でもし今の仕事がいやもう忙しすぎてそれこそ今やりながらそういう活動するの無理ですよみたいな状態であれば、だったらその会社を辞める時にいくらあったら大丈夫なのかみたいなのをちゃんと考えて、うん、でその金額をじゃあ貯めようみたいなところで、うん、とにかく今の時間の過ごし方をただだらだら過ごしちゃうっていうのはものすごくもったいないと思っていて、やっぱり一日でも早くスタートした方が絶対にいいと思うんで、うん、まあ、それに向けてその今限られたその今の日々の暮らしをどう捉えていくか、どう使っていくか、うん、こうすごく意識的に考えられることから始められるといいのかなと、うん、思います。やはり今できるところからやってみるってところですね、はい、うん、そうですそうです。で自分の中でそのもし答え見つからなかったら、まあ、やってる人にやっぱ聞くっていうのがすごくいいと思うので、そうですよね、うん、前の動画でも言いましたけどやっぱり応援してくれる人で自分を固めるっていうのは、うん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 、ものすごく行動する上で、うん、確かにものすごくというか多分一番重要なんじゃないかなみたいな、そうだと思う。やはり継続力に響いてきますよね。そうそう本当に思います。これは誰かと一緒に始めるとか、うん、じゃあ今週までにこれやってみようよみたいな、うん、まあ、特にそういう副業とか起業とかってやっぱりそのハードルが高いって思われるものじゃないですか、うん、なんかやりたいけどもなかなか一歩が踏み出せなくて
気づいたらこんな時間経ってたみたいなのが、うん、すごくそういう悩みというか、うん、もやもやを抱えながら過ごされてる方って多いと思うので、うん、もうそういう方同士で、まあ、一人だったら一歩踏み出せないけど、じゃあ一緒にまずこれやってみようよみたいな、うんうん、でまた来週報告会しようみたいな、そういうなんか遊び感覚じゃないけれども、なんか、うん、業界は違えどなんか一緒に頑張ってる仲間がいるみたいなのがだけで、多分モチベーションだったりとかってだいぶ変わってくると思うので、うんうんうん、そういういい意味で周りを巻き込んで行動されていくといいかなと思いますね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。いやでも本当こういう質問はめちゃめちゃありがたいですね。うん、僕としてもすごい刺激になるので、まあ、引き続きですね、まあ、いろいろと情報発信してきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。